はいどうもこんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、ラストですね。クラブセレクション紹介第10弾ということで、ラストはローマの方を紹介していきたいと思います。まあこの前ね、フットボールフリークスで北川さんも若干お怒りになられていたローマになりますけども、ローマはこちらの8選手が登場するということになりました。ペッテグリーニ、パウロペス、ベレトゥ、ムヒタリアン、クリスタンテ、クンブラ、マヨラル、ビジャールですね、こちらの8選手が登場するということになりましたので、しっかり紹介していきたいと思いますが、この中でもセンターバッククンブラですね、初登場になりますので、しっかり紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。まずはペレグリーニの方から見ていきたいと思いますけども、ローマはですね、クラブセレクションは6回目の登場になりましたね。で、今回のペレグリーニに関しては基本的に4から5上がった中で、ドリブルがプラス8ということになりました。クラブセレクションは1つの能力者爆上がりで、追加スキルもなしということになりますので、ご注意いただければと思うんですが、まあ、通常からですね、基本的に4から5上がったっていうのもかなり能力値の上げ幅大きくなっているんじゃないかなと思います。まあ高いところでバランスが取れている中盤の選手なんじゃないかなと思いますが、まあペレグリーニに関してはね、ずっとスキルのところなんですよね。ライジングシュート、ヒルトリック、バックスミロブ、デイダンドロブの4つしかないということで、中盤ならワンパナリ、スルーパス、まあワンシュートかもね、持っておいてほしかったところなんですが、プレイスタイルも2列目ということで、能力者はかなり高く、プレイスタイルも2列目なんですけども、スキルが若干足りないせいでガチスカ起用が難しい選手になってしまっているのかなという印象ですね。ということで、前回のペレグリーニと比較していきたいと思いますが、まずはクラブセレクション1回目ですね。フライパスが2下がっている以外は全てプラスですので、今回に乗り換えていただければと思いますし、クラブセレクション2回目に関しても同様ですね。ボディコントロール2下がっている以外は全てプラス1からプラス4ということになりました。で、クラブセレクション3回目に関しても同様です。ボールコントロールに下がっていますが、他のところがプラスですし、ドリブルが今回ね、高くなっていますので、今回に乗り換えていただければと思います。続きまして、クラブセレクション4回目のペレグリーニですね。キック力が2下がっていますが、こちらも他のところがプラスですので、これも今回のクラブセレクションに乗り換えていただければと。で、最後に12月17日の週間 P になりますけども、得点能力、そしてキック力が下がったということで、まあ前回でもいいのかなと思いますし、まあパス系だったり、まあそこまでシュートを打たない、まあペレグリーニで決めないのであれば、全然今回の方が強いんじゃないかなという印象ですね。続きまして、ゴールキーパー枠はパウロペスということで、パウロペスに関しては基本的に4から5上がっています。で、GK 能力かなり高いですね。98、99、97、99、98。で、身長も189センチありますし、ライバプデが良ければ間違いなくガチスカ候補のね、ゴールキーパーではあるのかなという印象ですね。ということで、前回のクラブセレクションとの比較見ていきましょう。まずは CS4 回目ですね。まあ、一目瞭然、リフレクティングに1下がっていますが、他のところがプラスですので、今回乗り換えていただければと思いますが、クラブセレクション5回目ですね。まあ、こちらは GK センス1下がってキャッチング1上がったということになりますので、まあ、どうですかね。どっちでも正直いいのかなというところですね。続きまして CMF ベレトゥということで、ベレトゥに関しては基本的に2から4上がりました。で、今回はプレースキックがプラス6ということになっています。ベレトゥに関しても高いところでバランスが取れている能力値なんですが、やはりスキルですね、ワンタッチパス持っているんですが、まあそこまでということで、プレースタイルもボックスボックスなんですが、あとはコーンアンの部分ですね、コーンアンとスキル両面で見た時にガチスカ起用というところが難しい中盤の選手になっているんじゃないかなというところなんですが、前回との比較見ていきましょう。まずはクラブセレクション1回目ですね。こちらはグラウンドパス1下がっていますが、他のところがプラスですし、特に得点能力系、オフェンスセンス5、決定力4ずつ上がっています。そしてスキル、今回ワンタッチパス、中型プレで追加となっていますので、今回に乗り換えていただければと思います。続きまして、クラブセレクション2回目のベレトゥになりますね。まあ、こちらはまずスキルでワンタッチパス持っていますし、あとはまあオフェンスセンスだったり、プレースキックプラス4プラス5ですね。決定力に関しても3つ上がっていますので、このベレトゥに関しても今回の方がいいんじゃないかなというところですね。続きまして、クラブセレクション3回目のベレトゥになりますけども、ボールキープ3下がり、プレースキック3上がりということになりましたので、これはですね、ボールキープの方がいいかなと思いますので、前回のベレトゥ使っていただければと思います。続きまして、クラブセレクション5回目ですね。ボールコントロール3下がり、プレースキック3上がりですね。こちらもボールコントロールの方が個人的にはいいかなと思いますので、前回のベルトを使っていただければと思います。ということで、続きまして、ムヒタリアンですね。ムヒタリアンに関しては基本的に3から4上がった中で、決定力は今回6上がりになりました。ありがたいですね、ここは。ドリブル能力だったり、パス系、そして得点能力ともに89ありますので、かなり高いかなと思いますし、スピード瞬発も80代後半。で、逆足33ですね。まあ、ただ唯一のところで言うと、この案の部分かなと思いますが、スキル、ワンパなりチェイシング、まあ、パス系でバックスピンロブだったり、アウトスピンキックも持っています。プレイスタイルはチャンスメイカーということで、前回の比較見ていきましょう。
まずは CS1 回目、こちらは一目瞭然ですね。ボールコントロール下がっている以外はほとんどプラスです。続きましてクラブセレクション2回目ですね。ボールキープ3下がって決定力3上がっていますので、まあこれは決定力の方を優先していただければと思いますし、クラブセレクション3回目の比較ですね、特定能力がプラマイ3ということになりましたので、まあどうですかね、個人的には今回のムヒタリアの方がいいかなとは思いますが、クラブセレクション4回目のムヒタリアになります。フライパス3下がりの決定力3上がりですので、今回乗り換えていただければと思いますし、10月22日のムヒタリアになりますね。ドリブル、グラウンドパス、瞬発力は習慣の方が高いんですが、得点能力、特に決定力に関してはプラス4、今回が高いですね。ただ前回はスルーパスを持っているということで、このスルーパス追加というところが前回の長所かなと思いますが、続きまして11月26日の週間フィート比較していきたいと思います。オフェンセンス、スタミナ下がっていますので、まあ、このムヒタリアに関しては前回を使っていただければと思いますね。続きまして CMF クリスタンテということで、クリスタンテに関しては2回目の登場になります。で、基本的に5上がった中でディフェンスセンスが8つ上がりました。ですので高いところでバランスが取れている中盤の選手になってるんじゃないかなと思います。ドリブル能力だったりパス系、そしてディフェンス系の能力はしっかりありますね。まあただ後半の部分だったりスキルですね、ダブルタッチは持っているんですが、軸裏ターンと闘争心のみということになりますので、やはりガチスカ起用というところが難しいんじゃないかなと思いますが、前回の比較見ていきましょう。グランダーパスに下がっていますが、他のところが1ずつ上がっていますし、ディフェンスエースに関しては4つも上がっていますので、今回に乗り換えていただければと思います。続きましてセンターバック、クンブラですね。この選手初登場ですね。基本的に4から5上がった中で、今回はグラウンドパスがプラス7ということになりました。ディフェンス系の能力者だったり、スピード瞬発ある程度ありますし、身長191センチでジャンプ、フィジカルコンタクト、ヘディングしっかりあるかなと思います。でパス系もね、87、82でかなり高いですね。ですので、まあ、サイドバックでね使ってみなかった選手の一人であるのかなと思いますが、まあライブアップで良ければ全然ガチスカに入ってくるようなセンターバックであるのかなという印象ですね。続きましてセンターフォードマイルルということで、マイルルに関しては基本的に3から5上がった中で、今回はアグレッシブスがプラス7ということになりました。センターフォワードですのでね、得点能力系を上げてほしかったところなんですが、オフェンセンス決定力は90、ボールコントロール、ドリブル、ボールキープもある程度ありますし、スピード瞬発88、87でフィジカル系の能力者もしっかりあります。でもまあ今回はねスーパーサブ持っていますので、ぜひですね取っていただければと思うんですが、前回の比較見ていきましょう。まずは1月28日の週間 FP ですね。こちらは能力値で見るとね、今回の方ですし、あとはスキル、スーパーサブ今回追加となっていますので、ぜひ今回に乗り換えていただければと思います。で、続きまして、この前のクラブセレクションになりますけども、オフェンセンス3下がりのアグレッシブス3上がりということになりましたので、まあこれはオフェンセンスの方を優先していただいて、前回のを使っていただければと思いますね。ということで、ローマラストはビジャールということで、ビジャールに関しては基本的に3から5上がった中で、今回はスピードがプラス6ということになりました。ドリブル能力だったりパス系、スピード瞬発はかなり高いですね。ボディコントロールも88ありますし、スキルがですね有能ですね。ダブルタッチ、ワンパス、スルーパスで、プレイスラー、プレメーカーということになりますが、前回との比較早速見ていきましょう。まずはクラブセレクション4回目ですね。まあ、ドリブル能力だったりパス系今回高くなっていますし、何よりダブルタッチ追加となっています。で、今後も1つ上がっていますので、今回乗り換えていただければと思いますが、前回のクラブセレクション5回目との比較ですね、ドリブルが3下がりのスピード3上がりということになりましたので、どうですかね、プレーメーカーなので前回のドリブルが高い方でもいいかなと思いますし、スピードが高い今回も捨てづらいなという印象ですね。はい、ということで本日はですね、ローマのこちらのクラブセレクション8選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ狙いの選手で言うと、まあめちゃくちゃ強い選手はいないかなと思いますが、個人的にこのセンターバック、クンブラだったりマヤラル、結構当たりの選手なんじゃないかなと思いますね。ということで本日は後半に終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では